はようございます。うわー、みんな同じとこ行った。前全員派です。なんかこっち側多いな。そんなことないんかな。2つパネルがあって入って右側行ってる人が多い気がせんこともないこともないと。あれ、なんだみんな、なんか人の流れが完全にこっちに、こっち行きます。行こうか。横に富木さんが来れればいいんですけど。無理やな。あ、開いてた。あれ、ちょだま全くないんだっけ、上は。全くなかったです、今行ったら。はい、おはようございます。始まりました。おはようございます。2戦目になるんですかね。はい、前回ちょっとおさらい。はい、お肉取りました。じゃあそういうことじゃないよ。何ですか。実践の内容ですよね。僕らに今求められていることっていうのは実践の内容。そんな何取ったとか、はいはいはい、上ついた話しちゃいますから。本当ですか。僕が求めてるのはめっちゃ酒臭いんですけど。うわっついとんな。誰ですか、今一番うわっついてるのはね。ほんと酒臭いんですけど。酒臭いとかもういいじゃないですか。え、なんすか。え、じゃあ収録前にほんまに一滴もアルコール飲まはらへんですか。いや、飲みますけど抜けてます。完全に。いや、僕も抜けてますよ。いや、めちゃくちゃ臭いどこの居酒屋っていうぐらい臭いですよ。違う、前回勝ちましたね。はい、勝ちました。お肉取りましたよ。いいんですか、それで。でも、大体無すげえ無視した。いや、大体その、はい、2、3戦目まで調子悪くて最後にが多いですね。ただただね、畳みかけて、うん、オールベッドでっていうパターンが多いじゃないですか。そうなんですよ。初戦から落ちてすげえ珍しい。前線目指せますよ、これ。全勝なんかそこなんよね。だからちょっと今までと流れが違う。ダメなんですか。俺いい方だと思ってた。いや、違うから。確かにね。だから怖いんですよ。そのもうお前おっしゃってた通り、いつも前半クソ負けしてって、うん、でそのオールベッドっていうなんかこうで吉本新喜劇的な流れはできてたじゃないですか。テンプレート化された、うん、それを1戦目取っちゃって、だからもう心配ですよね。うわっついてもやだ。もうギュアツさんの顔とかも今日めっちゃうわっついてますから。ほんまに一番うわっついてるお前の匂いだから。じゃあもういいです、掘り返さんで。何時まで飲んだ。え、3時おかしいじゃん。あ、それはあかんわ。ブンチドアのこの大事な収録の前に俺も夜の8時に寝てますからね。嘘や。嘘や。本当嘘や。一番大事な収録から昔の富木さんじゃなかったっすよ。じゃあ、あ、そんなはなかった、絶対。だから、じゃあお前ほんま後悔するんだ。何をやねん。じゃあ、魚拓さんもまあ飲むじゃないですか。いや、飲みますけど、ヘブンズ・ドアの前日は飲みません。え、他の仕事やったら飲まはるんですか。まあ、多少たしなめてるんです。よう言うやん。もう炭酸これぐらいにウイスキーをたらって。よう言うやとか言いながら、前朝の6時ぐらいまで飲んではったからね。やそれは。ちょ、ほんまに目半分ずっと閉じてはったから。それでも先が抜ければいいですもんね。抜けるか、30分から。絶対抜けてないから。何よ。じゃあ、そんな主語でもないでしょ。でもほんまに、え、なんなんですか、そのなんか俺も酒飲んだらすぐ抜けるしみたいな。いや、全然そんなことないんで、長い飲ませていただいてますけど、もう酔うスピードは僕より全然速いんで、酔うていく速度は。ヘブンズは何回か見てるでしょ。やめろやめろやめろ。ワイン1、2杯でもうちょっと酔うてはったじゃないですか。やめろ。そうですね、うん、いや、だからそこばっかり攻めるのはやめましょう。で、今回、はい、ドリンクです。ドリンク。そう、なんかその酒臭いみたいなのされて自分で言うの嫌ですけど、今回ほんまにドリンクなんですよ。ドリンク買ってるのが。で、買ったら15,000円。13、13。そうそう、1人1,000円ってことですか。そう思ったらしけてるな。酒来い。買ってそれって。じゃ、でも、え、ジローが気づいてると思う。15,000円増えてるからな、多分。前回より。いや、でも3万円だったよ。ドリンクですか。だ、待って、15,000円で俺の拍手だけで5,000円だよ。じゃ、やから増やさはったと思われたんですよ。ほんまに。ほんまに全員の飲み物買おうや言うて、みんなが氷結とか選んでるところで、もうほんまに一人でめっちゃニヤニヤしながら拍手ってみたいな。え、15,000円って全然少なくないよな。1人1000円ってどうなんですか。いや、でも前回余ったんですか。
あのじゃあそれでも実際十分なんだ。十分です。だみんながみんな飲むわけじゃないからね。そうです。あのジュースお前とかやったらもうジュースとか、はいはいはい、コーラに入れてるぐらい与えやろお前が。バカにすんなよ。どこバカにしとんだよ。一人200円ですよね。バカにすんな。やめろお前は。そう、ほんまに。で、まあそれで勝ったらそうなんですけど、負けたら、これ負けたら初めは3000円で聞かされてたんですけど、もうほんまこいつの悪い人ですよ。自信満々みたいな感じで、もういや負けないっすからみたいな顔して1500円でいいっすわ。夏場の1500円まずくない？1人100円は。じゃあでも僕10人やと思ってて1人150円くらいかなと思ったんですけど、じゃあ1人150円くらいやと思ったんですけど、うん、ないけどもっていうのも、いや怒んないよそんなんで、ね、んなんで急に怒んねんお前。なんで怒ってくんねん。怖いわ。だからこいつはだから僕らがお酒を飲まへんもんやと思い込んでるんですよ。ちょっと待って、こうだええやん。まだ酔ってんの？そのいきなり怒って情緒がやばい。そう、まだまだ酔ってる。いや酔ってない。多少多少も何も酔ってないですよ。ほんまにマジで。クク言いましょうか。え？クク。クク。クク言いますよ。僕全然。もうそれを言い出して酔ってないから。酔ってますね。ちょっと入ってますまだ。入ってない。56。おお。シェアの。シェアの。ギリギリやった。ほんまに危ないわ。でもとりあえず負けたら1500円。はい。だからもう一人150円切んのか。100円ぐらい。100円で。だからあのほんまにショートの多いお茶みたいなしか。ペットボトルの多いお茶ですか。っていう話になってきますよ。いや、そうなるともう各自持ち込みになっちゃいますよね。でもそれはやっぱりルール違反ちゃいます？でも夏やで。死ぬよ。あ、もう死にゃいいんちゃいます？それぐらい命張ってスロット打ってるわけでしょ、僕ら。うん、そうなんですね。負けたら死でしょ。ということで、じゃあ今日も3人で必死で立ち回っていきたいと思いますので、最後までどうぞ見てください。お願いします。いいね、これで終わるね。さあ、前回は地下で、ね、弱虫ペダル3人で行ったんですけど、で、下に、あれなんですよね、ちょうど分かるんですけど、今回あえて、ちょっと、ちょっとどうかということで、前日マシラハーデス。なぜか前の方に並んでる子たちがハーデスの方が終わってきたんで、どうなのかな。まあ、そんなに当たってるぐらいはないんですけど、あれ良さそうだな、ここは。はい、それでは、本日3人並びでハーデスいきます。前回のシーズンあれの最後らへんに、まあ、ちょうどこの辺で3人並んで打ったん思い出しますよね。僕あのコインなくなったんですよ、IC で、俺だけもうひどい目に据え置きの天井で、それ以来のハーデスになるんですかね。で、場所も似てて、あん時は二郎が確かブラックアウトのバックを引いて、まあ、今日はね、僕がやれりゃいいんちゃうかなと思います。前日やめゲーム数が前日やめゲーム数が149だから260ぐらいでヘルゾーンに行ったらちょっとなんかおうおうという感じです。なんか結構向きやばないですか。あー、昨日スランプぐらい見たら昨日一撃でガーッツーン伸びてますな。で、前日最初が66回と据え置きで天井が近いとかそういうのはなんか、お、準備以上には絶対あるぞ今。はい、めっちゃチャンスだと思う。ああ、今それはちゃんと感じ取ってます。なんでそんなめっちゃ睨んでるの。いや、頑張ってください。頼りになりますよね、そういう意味では。ねえ、魚田さん、やっぱりこう僕らのことをいつも見守ってくれてはる。お、よし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 。あー、でもプレッシャーや。これ当てると絶対怒られるやつでしょ。ほんまに当てな、怒らはるんですよ。大丈夫、大丈夫か。え、当たらないやつか。多分まだ結構あの当たってはない。まだですよね。うわ、まだ分
まだ分からんすよね。え、落ちたもう。あ、まだまだ多分おるでしょ。怖いって、ほんまに。まあ、その出目のまだなんでその出目結構気に入るのそれ、ね、86じゃあでもさっきはまだハサミ出た可能性あるんかなって。なんかグースだね。そう、全然強くね。じゃあ落ちたってことですか。すいませんでした。いや、すいませんでした。いや、めっちゃ怒るけど、でも確実に一歩リードでしょ、ここ今。いや、一周じゃん。一回天国行ったからここ一歩リードですよ。一歩リードじゃん。一歩リードやろ。シラフなって戻ってこい。じゃあ寄ってないから。さっき抜いてこいよ俺ら。ほんまに寄ってないから。じゃあもうほんまに。じゃあなんかあったらもう寄ってるっていうのやめません。マジで。めっちゃ臭いよ。もうええわ。もうええわ。早回してください。もう酔いそう。もういい。酔いそう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 。俺と喋ってるだけで。こっちやばくない？やばい気しますね。こっちまで当たってますもん。だって前回の弱虫俺が打った時の外線も片側だけすげえ出てたんでしょ。完全に後ろでも後ろもそんなめっちゃ強いわけでもなくない。そう、ちなみに向こうの2台こっち側は当たってない。ゼロ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 。こっち側は、まあ、ここバーッと当たってますね。え、でも前回3人並んでさ、お前ゴッド引いた時もうこっち側は強なかったですか。ただお前の台はもうノータイムで打った方がいい。あんな上がるのは絶対、まだ打った方がいい。まだ打った方がいい、うん、お前は。え、でどっか行くの。まあ、いやもうちょっと打つよ、ま、とりあえずリセット見たいから。ああ、なるほど。エグい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 。うわ、2回目以降回ってくるんだよ。エグいエグいエグい。うわ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 。何が起きてる。50% でここまでいかないですもんね。すうわもうやる気なくなるわ。なんで2なんだ。強気っぽいっすわ。どうやらどうしよっかな。1万円。1万円です。ちょっと周り見ていきます。すごい。いや、当たったのはいいんだけど、これが強気でいったのか、それとも、まあ、500パンパンといったんだけど。昨日何ゲームやめだったんですか。これ何ゲームやめとか分かんない。138です。あ、強気だ。強気か。何なんすか。ヘルゾーン。あ、僕ももうちょい話してみますわ。これもうすぐ分かるんちゃう。これ昨日66やめ。もうすぐやもうすぐ。
え、番長本気やん。え、本気やん番長。下も空いてないやん。え、下盛り上がりすぎちゃう。嘘やろ。え、毎日のことがめっちゃ多いやん。え、なんでな。え、何がゴッドやて。アホやん。下こんな流行ってんのに。めっちゃ流行ってましたよ。満台っすよ。え、そう満台？ほぼ満台、マイジャグぐらいしか入ってない。なんか弱虫ペダルとかも、かモンスターハンター2機種でエヴァンゲリオンとかも全部満台でしょ。おこんなんで？え、ジローどうする？とりあえず下行きます僕、荷物持って。え、だって空いてないの下行ってどうする？まあなんかちょっとよう見て攻めれそうなんがあったら攻めようかなと。ガロでも打ちましょう。ガロでも。ほら紫、悪くないんじゃないかな。いや、おんまさんでした。おんまさんでした。ラインアットでは私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信中。